スコットランド、スカイジマエルゴールの他ホに他ホには岩盤や岩塊の表面に形成される風化穴である。円、または楕円型を取るが拡大し、それらが連結すると複雑な形状となり、横に連なっていくと棚状の大きなくぼみとなる。花崗岩、砂岩、凝海岩、安山岩、歴岩、石灰岩などに形成される。砂漠などの乾燥地域や、 海水しぶきを受けやすい海岸地域にて、その存在が広く知られているが、内陸の山地域でも広く確認される。タフニーは、一般に岩体内部より積出した塩類が、その結晶圧によって岩石表層部を破壊することによって形成されると考えられており、故に海水のしぶきを定常的に受ける海岸付近ではタフニーが発生しやすい。 山間部に形成されるタフォニーについては、過去の海進時に形成されたものであるとする説、台風時に海塩が供給されているとする説、岩石中に含まれる気鉄鉱が溶解し、石鉱を析出することによるものであるとする説などが挙げられている。語源は不明であるが古代ギリシア語で、ボヒを意味するタフォズやコルシカ語、シチリア語で穴を意味するタフォニー、 穴を開けるという意味のタファーネアなどに由来すると考えられている。タフォーニの子が印刷物上で初めて用いられたのは1882年のことである。球外表面に凹凸を形成するタフォーニは落石発生の重要な素因であり、2002年には和歌山県でタフォーニが形成されている球外から約720トンの眼界が落下し、 ロックシェットを直撃する事故が発生している他インド、エローラセックス郡のカイラー・サナータセックス寺員、マハーバリプラムの海岸寺員、アンコール遺跡のタプロームやバイオンなどでは、タフォーニの形成による重篤な損傷が発生している。和歌山県東室郡小座川町の高地の虫食い岩や岡山県倉敷市下津井ロ島の増岸はタフォーニの持つ得意な景観を生かした。 継承地である、ありがとうございます。